こんにちは。舞姫大学特別講義。今回は年の瀬恋愛でございます。まあ、年の瀬恋愛っていうとね、いろんなパターンが考えられます。例えば、女性が50代で、男性が40代とかね、30代みたいなパターンもあると思いますし、えー、それから、男性がね、年上のお奥さんを、まあ、もらってですね、やっていくパターン。うん、まあ、様々ありますね、やっぱり、ね、年の瀬恋愛っていうと。年代によってもまちまちだと思いますけども、 まあ私がね、一番多い年の瀬恋愛の形と、あと理想として、年の瀬恋愛っていうふうにポンと思いつくのって、主に40代とか50代の男性が、20代の女性と、まあ恋をしたいなとかしてるなっていう、そこのバランスが多いんじゃないかなと思うんですよ。まあですので私の場合は、特に断りがなければ、年の瀬恋愛っていうキーワードは、男性が年上で40歳以上、55歳ぐらいまで、で対象となる、 女性の方が20代特に20代の中盤あたりまでってことを指してお話しすることが多くなると思いますまあその際にですねじゃあ男性側としてはどういった40代とか50代になっていれば年の差恋愛として20代の女性に受け入れてもらえるのかなってことをいろいろ考えてみるとやっぱりこう経済的な自立独立を40代50代で果たしているのは当たり前のことだなと。 いいうふうふに思いますよねさすがにねこれ女性の20代の女性の立場から見てですよ40とか50になっていまだに収入が不安定とか、うん、会社に信頼されて雇われてないもしくはお客様に信頼されて自分の事業をしてないっていうのはまあ甚だ不安で頼りなくって、えー、そういう人にね相当な事情がなければ恋心は抱けないかな要するに恋愛っていうのは安心感っていうのがね す、うん、すごく大事なキーワーワドだと思うんですよこの人のそばにいたら大丈夫かもっていうふうに思える安心感しかもその安心感には裏付けが必要なんですよその裏付けは経済的な裏付けそれからコミュニケーション能力多くの人を従えてるかってことですよねでトラブルを知恵で解決できてくれるかっていうこととあとは体力ですよね40になっても50になってもあ自分より元気じゃん自分よりパワーあるじゃんっていうふうに こういった頼もしさですよね。こういったのがいくつかの要素となって安心感というのになってくると思いますそれから幅広い常識見地を持っているっていうのも当然20代の女性から40代50代の男性には求められているし当たり前だと思っているんじゃないですかね例えば字がきれいに書けるとか年末年始のご挨拶年賀状がスッと出せるとかねもちろん年賀状を出すっていう習慣を支持しているわけでは別に私はありませんけども 年に一度くらいは普段思いに乗らばらない人とねコミュニケーションを取って挨拶ができるっていうのは例えば20代の女性が自分の家族を背中に背負ってるわけですよねそちらの方にもこの人はさすが配慮できるなとうちの両親もこの男性だったら付き合いやすいよねっていうふうに感じてくれるだろうなっていうふうなねこの安心感ですなんか知らないけどもいい大人なのに こんんななここともできないいだっていう,ふうに思わせればそればそはね、この人から何を学んでいけばいいんだろうとこの人からどんな見識を得ていけばいいんだろうっていうふうにやっぱ思ってしまうんですよね。である意味20代の女性から見てそんな40代50代の男性なんてねあの素敵な男性でいてほしいわけなんですよ。で年齢を重ねただけの実績があり知恵がありお金がありマナーができていてそれでいて出しゃばらないっていうところをね求めている。洗練された 人間の完成形としての四十代五十代を見てると思うんですよね。やっぱり人間は完璧じゃないし、これからも成長を続けていくもんだっていうことを縦にとって、自分の未熟さをごまかす四十代五十代にはなかなか恋愛感情を持てないんじゃないかなと思うんですよね。それは単なる傍若無人っていうやつだと思うんですよ。やっぱり二十代の女性はこういう風な四十代像五十代像を理想として持ってるだろうなってことを言われなくても自分で考えて、そうなるように。 日々自分を鍛錬していける人に、まあ、恋愛の可能性っていうのが開けてくるんじゃないかなと思いますよね。やっぱり年の差があるっていうだけで基本的に不利なんで同年代の20代ぐらいの男性がね世間知らず物知らずなのはこれ仕方がないっていうふうな先入観で見ますけどもさすがにね、うん、人をし従えていくべき率先していくべき指導するべき立場の40代5十代の人がそうなってないっていうのは この人と一緒にいようかなっていうのはなかなか思わないのかなと想像するんですけどもいかがでしょうかね20代の女性はいかがでしょうか <laughs> やっぱり男性にはね経済的な安心感体力的な安心感知識的な安心感安心感っていうのをまずは根底に置きたいんじゃないかなと思います急に怒り出さないとかねギャンブルで身を崩さないとかあっちこっちの女の人に心移りしないみたいなこれ全て理性ある 男性、年上男性、40代、50代の人に求めていることじゃないかなと思うんですよ。少なくとも、そんなことはなくていいよって人と、安心して恋には落ちれないと思うんですけども、どうでしょうか。またお話聞かせていただければサメでございます。えー、コメント欄でお待ちしております。じゃあ、ナミさん、今回も色々と勝手言わせてもらいましたけども、また次回の動画も楽しみにしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。